はい、皆さん、こんにちは。カメラ小僧のミスターミラリスです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっと、前回か前々回にちょっと間違いがあってですね、それをちょっと報告させてもらいます。2024年1月12日公開なんですけどね、その動画は。題名がですね、カメラ小僧写真展。元フラッシュのメンバー、高田萌子写真シリーズナンバー374で、まあ、前回か前々回、まあ、1月12日に公開してるんですけども、2024年の。ちょっと間違いがありました。ごめんなさい。申し訳ないです。題名のね、特に高田萌子さんの萌いう字はこれで間違いない、なかったんですけど、動画の中の説明でね、ちょっとですね、間違いがあってですね、この萌えをですね、これで萌えになってましたんで、これです。ちょっと間違いがあって、だって言ったかもしれないんですけど、高田萌えはこれです。萌え子さんで、こっちで書いてましたんで、これは違ってました。大変申し訳ございませんでした。それで今日はですね、マイクロフォーサーズ APS-C でね、もしね、モデルさん写真を専門に趣味で撮影される方、まあ、してる方、今後する予定がある方はね、まあ、安心してもいいんじゃないかなと。それはね、お金に余裕があるとか、将来もプロで、第一線でね、活躍していくんじゃと。もうそういう心構えがあるんじゃったら、まあね、中盤のカメラとか、フルサイズのカメラとかがいいかもしれんですよね。ちょっとそこは私もわかりません。そこはね。ですけども、もしね、そのモデルさん写真をね、趣味でね、撮影される方、写真をね、写真ですけどね、撮影される方は、マイクロフォーサーズ APS-C で、まあ、十分戦えるなと、まあ、私は思ってます。思い始めてます。まあ、思ってました。でね、なんでかいうのは、例えばね、ちょっと話しとれますけど、風景の撮影とか、例えば遠くの風景とかね、遠くの鳥とか、そういうのを撮影するんじゃったら、まあ条件によると思うんですよ。重たい望遠レンズを使いたくなければマイクロフォーサーズでいいと思うんだけど、もしくは APS-C はどうなるのかな。ちょっとまあ、マイクロフォーサーズでいいとは思うんだけど、ちょっと APS-C のことはちょっとそこわかりませんけど、重たいレンズを使ってもいいんじゃと。三脚持って重たいレンズ使ってもいいんじゃという方は、フルサイズの方がいいかもしれないんですよね。ちょっとそこは私も、フルサイズ使ってませんから、わからないんですけども、やっぱ軽いレンズのシステムで行きたいんじゃったら、山とかにね、鳥を取りに行くん、んで望遠を使いたいんであれば、まあマイクロフォーサーズでも十分いいんじゃないかなと思います。まあちょっとそれはあくまで私の意見です。意見人それぞれなんで、もし、使われる方がまあ判断すればいいと思うんですけど、あくまで私の意見です。でね、このモデルさん、先ほどからまた元に戻りますけども、モデルさん写真をね、撮られるんじゃったら私はマイクロフォーサーズ APS-C でもなんとかね、なんとかなるんじゃないかと。それがね、なんてかいうのがね、この間から YouTube ちょっと見とったらですね、まあある方が、名前は出しませんけども、ある方がね、ソニーの APS-C のカメラかな。で、あと、ニコンのフルサイズの
カメラですかね。で、まあ、それでですね、同時に2つ買って、まあ、いろいろこう試したらしいんですよ。まあ、それ YouTube 動画見とったらですね。で、ちょっとそれじっくり見とったんですけども、その方が言うには、あくまでその方の意見ですよ。だから、他の人は知りませんよ。その方の、まあ、他の人もちょっと何人かあったんですけど、その、真っ昼間の野外でね、外で真っ昼間で撮影した写真は、フルサイズとマイクロフォーサー、あ、フルサイズと APS-C の違いが分からんって言うんですよね。ちょっと、まあ、その方は分からんと。で、夜景いうかね、夕方日の出、日の入り、まあ、例えばその夕方朝、日の出、日の入りの、その明るい場所と、まあ、その暗い場所がこう同時にね、ダイナミックレンジが、広い場合、明るいところと暗いところ、それを同時にこう、一個の画面で写真撮る場合は、APS-C とフルサイズの違いは、やっぱりちょっと違いますよね、みたいな感じだったんだけど、そのダイナミックレンジが広いのが必要な時ね、必要だったんだけど、必要か APS-C とマイク、フルサイズはフルサイズの方が綺麗に見えたと。でも日中の分はフルサイズか APS-C かの見極めができんかった言うんですよ。でね、その方以外の他の方でね、やっぱ私もね、何人かまた見たんですけど、明るい場所、まあ、日中とかは、フルサイズか APS-C か、ちょっと見極めができんかったというのがまたやっぱあったんですよね。マイクロフォーサーズのもありました。マイクロフォーサーズとフルサイズのも。要するに何が言いたいかというのは、これあくまでモデルさん写真ね。モデルさん写真を専門に趣味で撮影される方。まあ私なんかまあ、今からちょっと力入れていこう思うんですけども、その、まあ、お金に余裕ができたらね、まあ、もしくはね、今後、まだね、発展段階だと思うんですよ。まだフルサイズも確実にミラーレスが、もう頂点に立ったような状況じゃないと思うんですよ。まだ、こう、技術進歩が進んでる段階でね、まだ、完全にまだ、最後の地点まで行ってないような雰囲気なんだよね。最後か、まあ、その平行線までに。まだこう、斜めに上がっとる時点かね、技術的に。だからね、まだ焦って、フルサイズ買わんでいいかな、いうことでね、今、思うとるんです。まあ、お金に余裕がないのがまず一番なんですけどね。まあ、結局、そこが、ま、一番ネックなんだけど、まあ、二番目にね、過去に言うた話と、まあ今回言うた話がね、わ、違うじゃないかってもし言われたら、過去はもうちょっと捨ててください。最新が最新状況です。情報です。私のね。それで、何が言いたいかはね、ちょっとくどいんじゃけど、日中の明るいところの、とこでモデルさん撮るんであったら、もうマイクロフォーサーズも APS-C もフルサイズも、多分あんまりわからんのじゃないかなと。日中の明るいとこで撮るんだったら。問題は、室内の暗いとこ、もしくは、距離が離れた、ちょっと暗いところのモデルさんをね、撮るときに、例えば APS-C とフルサイズだったら、フルサイズの方が、綺麗に撮れるのかもしれない。もしくはマイクロフォーサーズと、フルサイズだったらフルサイズの方が綺麗に撮れるんじゃないかと。その、要するに距離が離れた夜ね。距離が離れた夜。昼だったら、レンズを変えれば対応できると思うんですよ。昼の距離が離れたモデルさん。昼の距離が離れたモデルさんは、レンズを変えることによって、まあ、ある程度フルサイズに対抗できると。場合によってはフルサイズよりいいのが撮れるかもしれない。明るい場合、昼のモデルさんね。一概に言えんですよ、その。ですけども、その、夕方、夜、もしくは室内、要するに暗い場合にモデルさんを撮るのは、フルサイズがいいんじゃないかと。まあ多分いいんでしょう。でも、モデルさんを撮るわけだから、
モデルさんっていうのは、フラッシュ焚いたらいけんっていう指示はまずないですよね。例えばその、ステージのね、ステージ、これ、ステージのアイドルさんの話じゃないですからね。あくまでモデルさん写真、モデルさん写真、モデルさん、人物ポートレート、モデルさん、写真を撮る場合は、ストローを焚こうがどうしようが、勝手だと思うんです。私が思うには。だからこれはアイドルさんのステージじゃないことを前提ですね。モデルさんの場合は、フラッシュとか焚いていいわけだから、例えば私だったらこの、ゴドックスのね、クリップオンストロボつけたんですけども、例えば夕方近い場所だったら、もうこの、クリップオンストロボがあれば別にフルサイズじゃなくてもいいと、私は思うんです。で、じゃあ距離が離れたらどうすんかいうことになるじゃないですか。距離が離れたら。距離が離れたらこれ外して、モノブロックストロボもしくは買うか、モノブロックストロボとしてね、これをワイヤレス、フラッシュトリガー、トランスミッター、あれで、例えば遠くに離れた夕方のモデルさんが、例えば距離が離れとる。でもそこにモノブロックストロボをモデルさんの近くに置いて、モデルさんが光るようにね。で、こっちでワイヤレスでね、飛ばして映せば、別にダイナミックレンジがどうのこうのもあるけども、フラッシュで、フラッシュがストロボでなんとかね、モノブロックストロボで対応できると思うんですよね。でね、例えば室内の距離が近ければ、このクリップオンストロボでいいし、室内でも距離が離れとったら、これ外して、モノブロックストロボにすると。もしくは本当のモノブロックストロボでするとかね。これ外したら当然ワイヤレスね。だから、モデルさん写真を撮る場合は、もはや、日中はもう、マイクロフォーサーズ APS-C でも、距離が近ければ、大して差が見極めれんぐらいの技術になってると思うんです。もう、近ければ、モデルさんとカメラマンが近ければ。くどいけどね。もう一回言いますよ。近ければね。で、距離が離れれば、レンズを、望遠レンズ、単焦点望遠レンズ、もしくはズーム望遠レンズ、でね、対応すれば別にフルサイズに対抗できるますよね。で、もしさっきも言うように日が暮れて暗いんじゃったら、距離が近ければストロボ、距離が離れればモノブロックストロボでやればフルサイズに対抗できると、私は思うんですよね。室内も同じような意味ですけどね。だから、お金に余裕がある方はね、フルサイズカメラ買っちゃった方がいいかもしれんしね。そこは一概にね、私もそこは言えませんけどね。だから一番いいのは両方持っとるのがいいよね。私なんか鳥はめったに撮らんのんだけど、鳥をこれとは違う条件でね、鳥を撮り行ったりした場合はやっぱり望遠がいるんで、その場合はフラッシュかけないじゃないですか、鳥に対して。となると、日中の望遠なら、フルサイズやろうが、マイクロフォーサーズやろうが、なんとか対応できても、ちょっと夕方ぐらいになると、フラッシュ焚けるわけだから、動物撮影ね。フルサイズの方が、フラッシュ焚けるわけだから、動物、夕方ね、遠方、望遠の場合。そうなると、フルサイズがいいかもしれない。確かに。ただ私の場合は、夕方とか夜に動物取り行くことがないんで、必要ないや必要ないですね。で、どっちか言ったら人物のスポーツ撮影で遠くのを撮ることはあるんですけど、その時は夜は夕方はもう行かないんで、日中なんで、日中やったら別にマイクロフォーサーズでもレンズさえ良ければ望遠、別にフルサイズに対抗できますんでね。で、身軽だし、移動もできるし、撮った方だったらよくわかると思うんだけど、私、友達、知り合いにフルサイズ持ってる人おるんだけど、距離が離れるとね、やっぱりね、
あるスタジアム行った時に、その友人、知人とも話したんだけど、バックスタンドの、スタンドのちょっと後ろから撮るとなるとね、いくらフルサイズでも距離離れるとね、やっぱ映り悪いんですよ。一番前ぐらいにいかんと。前か中間以内ぐらいにいかんと。後ろの方の、通路より後ろ下がってね、望遠で撮ると、やっぱ映り悪いんですよ。ノイズ出るんです。で、ピントもちょっと合いにくいし。だからプロの方なんか芝生の中におるでしょ。望遠レンズで。だからね、観客席でも前おらんとね、映り悪いんですよ。いくらフルサイズでも、日中。要するに何が言いたいかの、夕方に、ダイナミックレンジがいいと言っても、結局は満足いくような、ノイズなしのね、綺麗なのが、やっぱ撮れんみたいなね、そんなに。なんか妥協せにはいけんみたいなね、やっぱり。そうやったらもう最初からもう、私は撮り行かないんで、日中の、明るいね、時の、映りがいい時に行きますんでね。だからまあ、そういうことですよね。で、もうあとね、思ったのがね、アイドルさんのステージ、アイドルさんのステージはフラッシュかけないじゃないですか、大体。で、まあ暗いですよね。暗いんで、やっぱダイナミックレンジフルサイズの方が有利とは言われとるんだけど、マイクロフォーサーズでもレンズ、私 F2.8 のズームでね、結構撮れます。多少やっぱりノイズなんかも出るけど、じゃあフルサイズの分がね、暗いステージのアイドルさんのノイズ出てないから結構みんなノイズ出て、ソフトで DXO、ピュアローか。あれでノイズ消してますよね、フルサイズの方も。もしくは、フォトショップだとか、あと、ライトルームでフルサイズの撮った分でもね、ステージなんかのアイドルさんの分、暗いところの、やっぱりノイズ、そのソフトで消したりしとるじゃないですか。結局、大して変わらないのがあるんで、まあ、大したことは変わらないこともないかもしれんけども、そんなにね、私自身実際、ステージのアイドルの結構撮ってますんで、だから、まあ、そこら辺は、多少はフルサイズは有利だと思います、多少はね。だけど、これはあくまでもこのモデル3を、フラッシュ焚いてもいいモデル3の話をしてますんで、それやったら、マイクロフォーサーズ APS-C でもフルサイズに対抗できるんじゃないかと。これは私の意見です。まあ、ちょっと話がごちゃごちゃになりましたが、さっさとフルサイズ買えやって言われそうなんですが、まあ私もな、ちょっとケチな性分なんで、少しちょっと粘ってね、ある程度、技術が安定した、まあ例えば、もうちょっと技術が進歩して、フルサイズでもピントが確実にあって、ノイズが出んようになるぐらい技術が出てくれば、進めば、まあ何年か後には買うかもしれないですけどね。まあ、今の技術だったらあんまり対してそんなに驚くほど変わらんなということで、まあなんとかこのマイクロフォーサーズで頑張っております。まあそういうことでちょっと不愉快になった人もいるかもしれないですが、まあ、一応私の意見です。じゃあ今後もどうぞ。よろしくお願いいたします。失礼いたします。